まあ当時はそんな感じで、で河合と寸大と四角、これめっちゃ話したいわ、クソ引き抜きの裏側。寸大はまず筆記がありますよね、はい、河合は第一段階が僕2回受かってるんですよ、はい、お疲れ様でした。もちちゃんね。さあ、今回はですね、はい、また斉藤先生と岡崎先生においでいただきまして、あ、そうですよ、本もちゃんと宣伝しといた方が、やっぱこれ近いですね。出てますので、はい、四大予備校の採用試験。なんでもう笑ってるか。いや、もう笑ってるから。何をさせられるか。東進、河合、寸大で、予選。ああ、そっちが揃ってますね。そう、うん、なんで、ちょっとどういう採用試験なのか聞いていきたいと思います。まあ、予備校は若手講師としてやってきたわけじゃないですか。で、まあ、ここはもう引退しましたから、高校行ったりとかね、してるんで、だから教えたりすることは自分はあるって感じで、で、斉藤先生は予ゼミに入りましたからね。そうですね、逆にね、今年から。はい、逆にやめたっていうのと、むしろこう、入ったっていうのでね。僕らより先になんか出た感じがしたので。そうですね、確かにもうやめようとしてましたもんね、ずっと。そう。っていうと、まあ、北九州予備校行きましたね。そうですね。予定学園はやってたのがいい。あ、僕はそれめっちゃ前ですね。あ、まあ、めっちゃ前だね。最初の方って感じでした。大崎先生は？僕も四ツ谷行きましたね。四ツ谷とあと福岡の Z アップっていうところと、はい、あと寸大ですね、うん、あ、じゃあ3人とも共通してたのは四ツ谷学院だったんですね。そうか、そうですね。しかも僕四ツ谷校と横浜校行ってました。へえ、いいところじゃないですか。なんか校舎かぶってない。そうですね、俺は大宮、池袋、もう一回ぐらい行ってた気がするけど、はい、で、まあ、当時の合宿とかでね、一緒になって、うん、そうですね、そういうご縁があって、で、まあ、大岡ね、可愛いって、で、当時行って、どうなんだと、四大予備校、まあ、大変な世界ですよ。まあ、なんかいろんな人が、わーわーギャーギャー言いますけど、いや、この数人に入るのだってめちゃめちゃ大変なんですからね。で、当時は別に採用試験とか当時はやってませんので、普通オーディション的なので受かるか、うん、まあ引き抜かれてってやつ、うんうんうん、これめっちゃ話したいわ、クソ引き抜きの裏側。話してそれまだどこにも出してないんですか。誰を東進が狙ってるのかって実はすごい簡単に分かるんですよ。それはあの引き抜き担当のツイッターを見れば分かるんです。フォローしてるやつが次狙ってる。そうなんですか。バカでしょ。へえ、表に出てるってバカでしょ。だからこの人だっていうのは分からないですよ。でも一般の人からは、一般の人は分かんないですよ。でも僕は知ってるから。個人アカですか、それって。個人アカですね。だからそれでちゃんとその人たちがこう入るんで、バカでしょ。すごい。狙ってる人が分かるってツイッターで、そうだから知ってるんですよ、一部の人は。当時が次誰狙ってるのかって。すごい。ツイッターアカウント消せ。まあそれで、まあ当時はそんな感じで。で、河合と寸大と四角、今は同じなのかちょっと確認したいんですけど、うん、試験は寸大はまず筆記がありますよね、はい、で難しい筆記だったと思います、うん、東大みたいな感じです、ね、すごい時間も足らないし、うん、わーってあって、僕はそれ突破したんですよね。なんだったっけ、チョムスキーとピンカーの話だったかな、僕の時の長文は、うん、そんな知り合いとかも会場で会ったりして、上みたいな感じ、これあれあれみたいなんで、で帰る時に落ち込んでる人とか、いや本当難しかったですよねとか言って、いやあんなんできないとダメですよみたいな俺言ったらしいです。でも周りのその知り合いたちは誰も一次受かってなかったんで、僕だけ突破して、うん、で他の教官の人もいましたけど、で二次試験があの講師たちの前でやるやつでした。ああですね、講師たちの前で授業する。なんか偉い感じの人、そうがいて、うん、そういう当時大学生でしたけど、うん、すげえ引きずられたの覚えてます。今日は変わるね、みたいな。それ寸大独特ですよね、他のとこないですよね、講師の人が。講師の人こうやるっていうの、あれってなんで、お茶の水ゼミナール。ああ、そうなんですか。茶ゼミ、うん、ベネッセがやった。英語科じゃない先生もいましたね、確か。うん、コメントいただいたりしました。寸大はどうなの。寸大行ってないでしょ。いや、講習でバンダナ巻いてる古文の先生を受けてましたよ。ああ、なんとかさんだみたいにって、そしたら栗原さんのことですよ。その後投資に入って会うっていう、いう感じだったんですけど、それが印象。その後ってあるんですか。その後は軽い面談。終わってすぐ。いや、僕別日でした、ね、別日にあるんだ。別日でもう一回大阪に、福岡から大阪に行って、別で面談があってって感じでした。それが最終ですね、うん、そういう感じで。じゃあ3段階。3段階ですね。で、河合は第一段階がセンターの模試、センター試験の模試、クソ簡単なやつですね、うん、で何日も分けて行われてて何日の午前何日の午後みたいな感じでたくさんあって、だからいろんな先生が受けるらしいんですけど、でも相当落ちるらしいです、それで。こんな簡単な問題でっていう。
もうすぐ終わって寝てましたけど簡単すぎだろうと。いわゆるセンター試験の時間がすごい短縮されてる場合、めちゃくちゃ早く解かなきゃいけないみたいになってて、でもすごい簡単なんで。大学生の時は両方突破したんで、大学生の時はでも1問間違った気がするんですよね。でもそれでも突破してて、留学後戻ってきた時は多分1問間違えないでそこ突破して、で次の段階が3つがまとめてやられるんですね。模擬授業、これあらかじめ確か送られてくるんで、で模擬授業で英語科の人が並んでて、そこで面接もそこでやる感じですね。やった後か、河合受ける時マニュアルみたいなのに来たんですけど、マニュアル、はい、授業マニュアルも一緒に送られてきて、あ、なかったそれ、うん、変わりましたね。それに従った方がいいのか、どうしたらいいんだろう。いや、逸脱した方がいいのかそれ従った方がいいんじゃないですか。こうしなさいっていうマニュアルってことですね、はい、効果はありましたね。で、まあ、ね、全然笑わないみたいな、うん、笑かしたりしましたけどでも笑わしてプスって吹いてましたけど余裕がありますいろいろ言われますけど、 YouTube で出てるのはなんかその場でやってるだけですからね。こういうの準備した授業は全然違いますからね。そもそも舐めやがっていろいろ言ってきやがっていつもいつも書かれるけど何の準備もしてないんだからそれと模擬授業の場合もそれは力出しますから、うん、持ってるものをすごい出します。でプラスで今度は難しい筆記試験があるので、これは寸大よりも全然難かったですよ。むちゃくちゃもうこんな短時間でどんだけのことをやらせようとするんだっていうぐらい難しかったですね。長文とかも本当になんか超専門的な、むちゃくちゃ難しくて、和文英訳、英文和訳、自由英作、正語とかがあって、で、まあ、僕正語とか自由英作はやっぱ得意なんで、もうすごい速さで解いちゃうんで、だから全然終わるんですけど、いやこれ一般の人無理でしょどう考えてもっていう、うんうん、で最終面接、うん、はい、で大学生の時も留学が帰ってきた時も両方とも最終面接まで行って、でも大学生の時はなんか模試をディスって落とされましたあんま良くないと思いますみたいなこと言ってで留学が戻ってきたとは全然すごいいい感じの面接でした、はい、すごい長い喋りましたけど、まあ当時とかもね決まってたりしたんで、いろいろその話とかもして盛り上がりました、うんうんうん、でなんか英作教えられるみたいなんで英作要員として入りましたね、うんうんうん、で養成目はどうなんですか。未だに和文英訳英文和訳なんですか。僕2回受かってるんですよ、はい、10年前ぐらいに1回受かって、うん、その後合格した後にいろんな事情があって辞退するみたいなのがあって、ああ、はいはい、で今回2回目応募するのに1回辞退したくせにもう1回出すっていうのをしたんですけど、本当に履歴書はもう謝罪文ですいませんでしたっていう謝罪文で取ってもらったんですけど、で2回受けたんですけど2回とも同じような流れではありましたね、うん、1回筆記があって、筆記の内容がやっぱその和文英訳と英文和訳しかないっていうのは変わってんの。それがですね、いや今回のやつ、前回10年前のやつ覚えてないんですけど、うん、今回のやつはありましたし、次第型のやつもありました。おお、へえ、じゃあ昔と変わってるんですね、うん、変わってると思います。で今回は終わった後絶対に受かってると思ったんですよね、うん、っていうぐらいできたんですよ、はいはい、でその前の10年前のやつは結構どうかなって感じがしたんで、うん、まあ、自分はレベルアップしたかもしれないですけど、うん、質がやっぱり変わってるかもしれないですね、うん、で模擬授業はどんな感じなんですか。選べて、選べる、選べるんですよ。解釈と英作文あって、そんなにもう僕の時選べる、ありました、選べたんだ、へえ、はい、で好きな方をしてください。そうなんだ。1回目は多分選べなかったと思うんですけど、10年前のやつは解釈のやつをして受かってたんで、うん、今回はなんかどっちもできますよアピールしようかなと思って英作を選んでやってっていう感じで面白い。そのなんか面接みたいなの、そうですね、その場です、その場です、その場で、そうです、その場で面接があって、でその後役員面接っていうふうにもう一回。岡崎先生何の授業、あ、役員面接あるんだそうか、解釈でしたね。あ、解釈、はい、難しかったですね。寸大の時は英作だったな、和文英訳だったな。関東と関西で違うかもしれない。 あ、そう、関西の河合は解釈でしたね。そういう系、いろんなのが。四谷学院なんでした。俺なんか東大の問題だったな、うん、多分同じじゃないですか。東大問題をしかもその場で解いてすぐに、そうその場で解いて模擬授業しろって言われて、なんか10分ぐらい与えられるのかな、なんか、いやもっとありましたよ、確か31時間とか。なんかそれで自習室でここでやってくださいみたいに言われて、和訳か、僕和訳だった気がしますね。和訳かな、東大の問題の和訳みたいな感じだったイメージがあります。メイクセンスが入ってたメイクセンスが入ってたあーって言いたいけどあ、そんなわかんないですね。わかんないですね。だからメイクセンスやってて、ここはどこの問題なんですかって聞いたら、東大の問題ですって言われました。で1対1でしたよ、うんうん、そうでした。あの偉い人、福岡でやるときは映像を撮って、うん、でその場にいる人は特に何も、ただ撮影するだけ。その時の講師オーディションを見たの、うん、家田先生が、はいはい、
当時その四ツ谷の社員だったので、あ、へえ、そこで実は会ってたって。実は会ってたってすげえな。そんなことがあった。僕名古屋で受けたんですけど、四ツ谷同じ感じです、ね、なんでそんないろんなとこで受けてる。いや、僕当時秀英予備校名古屋校行ってて、そっ、はい、で秀英、ね、すごい綺麗な予備校って有名でしたけど。そうそうですね、今僕また行ってるんですよ。あ、そうなのね。これまたたまたま自分の家の10分ぐらいのとこにあるんですよね。秀英さんに家突できます。そんな色なるほど、これ面白かったですね。それぞれの土曜日この採用試験、採用試験の内容ということで。そうですね、はい、あ、そっちがメインになるのか。じゃ前半だいぶ勝ったです。前半だいぶ勝ったです。もうほぼメンバーシップかもしれない。そうか。あ、ちなみに北九州予備校はどうだった。覚えてないです。はい、そうですね、これはちょっと覚えてないです。はい、ということで今回お二人にお話を聞きました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。